はい、皆さんこんにちは、龍生き物チャンネルです。ここちょっと最近は天気が安定しないような日が続いてますね。雨の動向がすごく気になります。やはり曇りの日はメダカも卵を産まないことが多くですね、晴れの日には卵を産んでいる状況というのがごく一般に知られているメダカ飼育の卵の生み出し環境の一つで、お天気のね状況で左右されるというのは定義の一つじゃないでしょうか。また雨が降るとですね、低水温になることが多くですね、低水温になると起こってくるのがメダカの卵の孵化率の低下ですよね。そして孵化期間が通常より長くなるという現象ではないでしょうか。一般的には250という数字を用いてよく卵の、ね、孵化の、ね、計算をされます。例えばですね、水温が25度なら250という数字を用いてですね、水温の25で割ります。25度ですからね。そうしますと10という数字が出てきますね。これが孵化する日数でございます。10という数字がこの場合だと10で孵化するというお話になります。逆に18度ぐらいになりますとアバウト250÷13 で 13.388888 となり、2週間ぐらいですかね、羽化に要するということになります。したがって今後も雨が降り続けば先行き不安でございます。私の私生活も先行き不安ですけども、ゴールデンウィーク明けてからちょっとそんな日が続いてますね。私もメダカも、いやそんなことないですけど、最近はねもうこの男子ね、子行かない家がねもう一個も出てこないんでね、影を潜めております。ですからこのビニールハウスもですね、なかなか暑いんですけども過ごせれると、下手したら2月3月の時のビニールハウスの方が暑かったんじゃないかなと思うところもあります。ただもうね、雨の降る日もあるんでね、これも仕方ないわけなんでございます。大自然にはね逆らえやんっていう感じでございますね。あと嫁とねガク言うてね、大自然と嫁さんにはね逆らうな言うてね、古くからのことわざもありますけども、ないか。世の中にはね強いもんにはね知らん間に巻かれていきますよね。そんなんじゃあかんのですけどもね、あかんのですけど、巻かれといた方がね無難に生きていけるという場合がね、人間社会とメダカ社会にはあるみたいですね。はい、今日はねこれに関したお話をしていきますので、皆さんぜひ期待してくださいね。多分関連は全然しないと思うんですけどね。それでは行ってみましょう。レッツメダカ。関連したとか言うたらまたみんな見てくれへんねやろな。はい、というわけでですね、まだまだね毎日何しが出続けてほしいんですけども、屋外張り子飼育で雨降りの時は皆さんどうしますか。そこはやっぱり簡単な雨よけが無難ですよね。今回はですね、単純に水質と水温が急激に変わるといったことに対してね、やっぱり良くないんじゃないかという単純なお話とですね、そしてねオーバーフローしてなかったらね雨に流されるといったね、もう分かりやすく皆さん愛好家様にね説明させていただきたいと思います。親魚ならまだしも張り子にはちょっとね雨とかねきついと思います。水質の変化、基本的にはですねよく言うじゃないですか、私そうなんですけど、張り子とかを飼育していく場合に、まあ、卵から張り子を孵化しますよね。そしたらねすぐにはね水変えないですよ、私の場合はですよ。皆さんどういった場合か分かりませんけど、どういった場合ちゃうな、どうされるんか分かりませんけども、やはりですねちょっとまあその水質に一番慣れてて、その水質で生きてる張り子に対してですね、ガンガンこう生まれたての子をですね水を変えていきますと、どうしてもね綺麗な水っていうのはイメージにあるんですけども、それはちょっとね私はいいことないんじゃないかなと思ってしまいます。現にですね今私のところでもですね、この辺にこうあおるんですけど、見えるかな、まあ、こうしてですねこういう汚い水に泳いでますね、こういう感じでですね、汚い水のままある程度ね張り子から稚魚まで言いませんけども、ある程度2週間ぐらいはねこのままでやってもねなかなかね、落ちたりしません。と言いますのはね、水質がねやっぱり安定してるんですよ、そのメダカに合ってるということなんですよね。ですから私はそのままにしております。張り子をねいかにして1匹でも大きくしてあげたいんですけども、何を置いても張り子の死因の第一位はですねやはり餓死なんですよね。ご飯が食べれない、小さいからねよう食べやんということでね、そうしたらですねやっぱり今ある飼育数の方がね餌が豊富だと私は考えております。まあ単純にねもうペーハーがどうのこうのって言うんじゃなくてもね、メダカ飼育ですからね、
その辺ちょっと私の場合はそういう理解で育てております。そしてまたね、別にそんなに失敗するわけでもないんでね、それをご参考にしていただければいいかなとは思っております。やっぱりね、外飼育でやられている場合はですね、雨も降りますし水質も変わってしまうのでね、雨が落ちている時とかはですね、もうね、私とかはもう板やね、波板をしております。まあある程度ね、雨落ちてこう風に揺れたりするのもそうなんですけど、水面が揺れるじゃないですか。水面が揺れるっていうことは酸素が供給されているということなんですね。よくブクブクやってるメダカの飼育の方もおられますし、私もやってるんですけども、これはまたね違う意味でね、別に酸素をこう吸収するためにねブクブクやってるんじゃなくてね、波を打たすためにねブクブクやってるんですよね。それで酸素を取り入れてるという感じなんですよね。共存酸素量を多くしていきたいのであれば、もう水面に波を出すことが、酸素を発生させることが最高の手段なんでね、外飼育っていうのはいいんですけども、雨の時は怖いですよねっていう話ですよね。ものすごいきついエアレーションどんどんやるのもね、別にほんだそれで落ちるかって言ったらまた難しいところなんですけど、落ちる確率はありますよね。ただメダカも自然の川のところで住んでいるメダカなんで、コントロールするっていう感じでね、あの水の流れの弱いところに行ったりするのが張り子とか稚魚の性質だと思います。でですね、雨がもう一つ怖いっていうのは、私の場合はですね、こう水がどんどん入っていってですね、おっそり変わる場合あるじゃないですか。桶の水がですよ、グリーンウォーターもなんか飛んでいくようなイメージあるじゃないですか。綺麗な水になったりしますでしょ。うちの微生物もこう流れていきますし、残った微生物たちもね、息絶えてしまうような気もするんですよね。そしてまあ最後にですね、怖いのはですね、水温の変化、これが急であることが怖いですよね。もしかしたら一番問題かもわからないですね。あくまでも張り子なんですけどね、この張り子にはですね、この寒暖差というのは怖いんだと思います。例えばね、張り子をずっとあったかいところで過ごしてますとね、結構ね親魚より強かったりするんですよね、張り子の方がね。だそんなんもあるんで一概には言えませんけど、ただ寒暖差というのは冷たかったりぬくかったり、冷たかったりぬくかったりみたいなところはね、やはりちょっと苦労するんじゃないかと私は思っております。まあ、この3点をですね、気をつけてればですね、生存率もアップするような気がします。雨が入ってこなかったらですね、卵も産んじゃうんですよね。メダカもね、雨ざらしで、ね、もう産まないことはないんですけども、やっぱりいい環境でメダカも卵を産みたいですよね。おそらくね、ビニールハウスとかで飼育されている方とかはですね、産んでるんちゃいますかね。うちもビニールハウスで屋外もあるんですけどね、やっぱちょっとビニールハウスの方が卵早かったですね。こういった雨の時もですね、産んでるか産んでないのかちょっとわからん時もあるんですけども、産卵行為自体はですね、雨でも関係ないかもわからないですね。この辺はちょっと詳しくはわからないですけど、だいたいメダカって卵は朝産むような感じしますね。お昼のお天気具合にはもしかしたら左右されないかもわからないんですけども、まあ、朝太陽の光がバーッと入ってきたらね、産むような気がします。まあね、これもね、また夜までに今日今から取ろうと思ってるんですけども、今後メダカの卵って孵化率が上がっていくんですよね。産卵床を取り除いて別の容器に入れておけば、それだけでもね、張り子は発生していきますからね。これをね、親抜きというんですけども、今の子供たちを取っておけばですね、どうですかね、7月の初めぐらいにはですね、そこそこの若魚にはなってますからね。それと今生まれている子たちは成長がめっちゃ早いです。なんかね、パッてね、この前張り子やなって思ってね、パッて見たらもう稚魚になってますからね。やはり今はね、成長が早いような気がします。外環境がね、メダカにとってはね、最適なんですよね。うちはこの時期本来は毎日取ってるんですけども、日頃と同じように取り続けてるんですよね。そしてですね、6月ぐらい半ばぐらいですかね、一旦止まるんですよね、メダカの卵を産むのがね。だその時はまたゆっくりしてね、その間に整理したりするんですけども、6月半ばぐらいにね。今年はどうでしょうかね、なんか毎年違うんでね、心配しているところでございます。今年は早く実を産んだとか、今年は遅くになったとかね、いろいろあると思うんですよね、毎年やってれば。そして今後メダカの卵の採卵をどこまでやるのっていうことを、これはですね、単純な話になりますが、それはまあいつも言う竜の日とそれぞれやろうっていうことになりますよね。取る頻度、時間ですよね。卵を置ける場所とかね、並べる場所とか、使わないといけない体力とかね、そして小さな容器をたくさん買わないあかんとかね、いろいろね問題点は出てくると思うんですよね。
そしてですね、人間の体力もこれ結構大事でですね、心理的なもんで、こっちにね、たくさんのことをね、一日でやってしまいたいと思ってやると、その日、こう、へばってしまうでしょ。また次の日できなかったりするんです。日焼けも今の時期はですね、曇りでも日焼けしますからね、そしたら一日、こう、二日と休んでしまいがちなんです。ほんならまた一緒なんですよね、これ、順番が。メダカの卵の買える順番もわからなくなったりですね、こう定期的にやらんとね、だせいかんとダメですね。なかなか難しいと思います。こうバラバラに火が開いたり開かなかったりするのもね、後々の卵の採卵のやめ時、スペースの確保、ローテーションとかね、いろいろ狂ってきますからね、定期的にね、こう採卵をおすすめしたいと思います。もう私は要せんと思いますけどね。そして最後に卵入れの容器はですね、間違いなくこう100均のご利用をおすすめします。今ね、いろいろいいの出てますね。メダカ専用のもあればね、タッパー3つで100円とかもまだありますかね、2つで100円ですかね。今はこう20センチ ×10 センチぐらいの容器ならね、いろいろと売ってますのでね、こうスパもいいと思います。これからの張り子管理はですね、段取りの良さとやる気でまだまだたくさんのですね、メダカをこう成長さすことができると思います。今はやる気がもう張り子の数、やる気イコール張り子の数みたいな感じですね。張り子の管理は見てあげること、覗いてあげることだと思います。あまり触らなくても大丈夫だと思います。技術云々じゃないと私は思っております。ぜひ放置ギリギリまで放置してですね、水替えしながらですね、メダカツ楽しんでいただければと思います。今日は長々とお話だけで終わってしまいました。しょうもないお話でございましたが、愛好家さんのためには少しでも役に立ったかなと思っておりません。嘘と思っております。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。龍生き物チャンネル、メダカにね、チャンネル登録していただいて私の励みになります。もう唯一の励みです。これが励みなんです。そしてライブは龍生き物 TV、 こちらでね、まだ600人ぐらいなんですけどもね、今頑張っております。ライブ配信したり、下がるオークションしたり、面白話したら、おー面白ないけども言われながらですね、やっております。ぜひ皆さんね、ご覧いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。